はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、じゃあこのまま洞窟の探索を、進めていきたいと思います。まあエメラス鉱石だかなんだかがたくさんあるっていうところですけど、この先には行けないっすね。相変わらずの敵の多さだ。感染してるよ、いつの間にか。ヒールレインで一気に回復させちゃいましょう。これがあるところは行き止まりになってていけないな。こっちかこっちでもない。ん、なんか部屋がある。こいつらを蹴散らす。ガンダムも減りつつあるな。銀河が次あたりでレベルが上がりそうですね。ちょっとヒールレインでもうサクッと、うわー、回復しない。あ、あそこに中継地点がある。先にここを調べよう。よし、 OK。 それでこの中、こちらからは通れないようだ。あ、これ結局あの扉みたいなやつね、いつもの。なるほどなるほど。じゃあショートカットを作るための扉か。バックアタック。まあこれは攻撃力弱いな。よーし、銀河がレベルアップ。ん、これは出口だ。メフィラス星人はここをマグロタイトに、マグロダイ、ないない、グロマイトか、グロマイトに掘らせ地下に入ったようだな。一旦出てみるか。出てみるか。じゃあ、おー出てきた、山岳地帯。どこだこれは。あ、なんか広場に出てる。大丈夫かな。一旦ヒールツリーを、ヒールレインを使いましょう。名前がめちゃくちゃだここはなんだ、発掘現場か。掘り返したような跡があるな。こりゃ出土品は相当なデカ物だぜ。この感覚はどうした。闇の力だ。この現場から闇の力を感じる。ああ、俺にもわかるぜ。まさか、かけらが。かけらではないな。これはかつて元の世界で感じた闇の力だ。ウルトラの世界の闇の力というわけか。ってことはまだ何か埋まってるってことか。いや、それはもうここにはない。闇の力が残留しているだけだ。よほど強烈な力なんだな。ああ、何が埋まってたか気になるぜ。それを手に入れたのが誰なのかも気になる。ネバーか、メフィラス星人か。ふん、なるほど。もう何にもなさそうですね。で、こっちか。そうすると、4体出てくると辛いよな。バルカン使ってくか。弱点炎、雷って言ってもな、 SP は使いたくないからな。なんかデフォルトで属性がつく攻撃とかないのかな。
コットがちょっとやばい。ん？なんかあるか？どっちだ？左。お、地下に潜れる。毎回回復が必要だからな。じゃあ地下に潜りましょう。これは上と下を行き来する感じですね。こっち、さっきの扉だ。 OK、 近道完了。ここにもあるな。レベルアップ。回復の手間が省けたな。まあライフキットで回復させちゃおうか。あんまり SP を使いすぎてもなくなっちゃうから、こちらからは通れないよな。あれ？これだけ？こっち？あ、こっちが新しくいけますね。わ、なんか始まった。お前はネバーのもんか。ひどい怪我だ。何があったんだ。ヒーローども、貴様らどこから侵入しやが。その格好どこかで見たな。あ、お前なでしこを襲った奴らの仲間だな。なぜ彼女を狙っていた。そんな話知らねえな。俺たちマスカレードドーパンとはおいら方の言うことに黙って従うだけよ。その言葉を最後にマスカレードドーパントは力尽きた。おい、しっかりしろ。ダメか。だがここはすでにネバーの管理下ということだな。それにしちゃおかしくないか。こいつは誰にやられた。ああ、それに静かすぎる。何か嫌な予感がするが、まあいい、探索を続けよう。一般兵、あいつ一人でうろついてたのかな。あ、宝箱、右上の方にちょっと見えましたね。あ、フラットがいる。フラットがもう雑魚的として出てきたのか。おー、やばいやばい。回復回復、ライフキット、1,2,3,4,5。ちょっとこんなもんか。じゃあ復活キット、復活キットよりライフキットが欲しかったな。ん？なんだ？ん？なんだこの感覚は。この壁の向こうから感じる。闇の力か。いや違う、この波動は光の力だ。この壁の向こうだな。え、これ掘れんの？フラットはすぐさまソニックブラストを発動した。無理だろう。しかし壁の岩盤は固く、崩すことはできなかった。そりゃそうだよ。どう見ても硬いもん。ダメだ、硬すぎる。だがこの向こうに何かあるのは間違いない。光の力となればレビウスか、それとも。正確には分からないが可能性は高い。壁の向こうですね。地道に行くしかないかな。おお、フラットが出てきた。ヒールレインを使いますか。
まあ、今 SP を回復させるやつが何個かは持ってますからね。おと思ったらおい、これはどういうことだ。そこにはマスカレードドーパントだけではなく、ダスタードやグール、クロスボーンヴァンガードのモビルスーツたちが無残な姿で倒れていた。壁や床には焦げた跡や弾痕などが残っており、ここで戦闘があったことを物語っていた。妙に警備が手薄だと思ったら、このありさまだ。どうやら何かあったな。デランゾン、貴様だ。なぜここに。お前はデランゾン、クロスボーンヴァンガードのモビルスーツ。俺の任務は貴様らの排除だが、あいにく部隊は全滅。もう戦う力はない。くっ、青い仮面ライダーめ、あの強さは異常だ。まるで次元が違う。青い仮面ライダー。しかしデナンゾンは答えることなく力尽きた。どうする、青い仮面ライダー、確かめに行ってみるか。ああそうだな、仮面ライダーならどんなやつか会ってみたい。ちょっと待ってくれ、ここに扉がある。鍵がかかっているな。何か気になるのか。いや、さっき感じた光の力が気になってな。まあいい、今は青い仮面ライダーが先決だ。そうだな、ここはじゃあいけないのか。うん、フラットが出てくるようになりましたね。わー、バサバカタックだ。ちょっと最近多い気がすんな。グロマイト普通に出てきたよ、もう早速。いてー、マシンキャノン、ちょっとヒールレインを使っとこう。あ、繋がった。繋がっただけか。またグロマイトが出てきましたね。カーリー星人ゲット。ヒールと、また扉のところまで戻らないといけないか。あ、こっちにあるじゃん上に出る道が。とりあえずグロマイトはマシンキャノンで倒しましょう。ダメだ、全く歯が立たない。はあ、ぐわー、ふん、ぐはー、面倒だ、まとめて片付けてやる。
はぁ、うわぁ、なんだ、もう終わりか。まだだ。お前か、青い仮面ライダーというのは。なんだ貴様ら。俺は仮面ライダーポセイドンだ。俺に戦いに挑むはいいのか。命乞いはするな、時間の無駄だ。なんだと、どうやら味方じゃなさそうだな。はぁ、うわぁ、ファー、クック、はぁ、うはぁ、いかん、力負けしている。なんて強さだ。はっはっは、とどめだ。危ない。ぐわ、誰だ。今宝箱が一瞬見えたぞ。ここは俺たちに任せて。久しぶり。ふっ、メダルの匂いに釣られてきてみれば。なんか腕だけだぞ。おいオーズ、この青いライダーメダルの塊だぞ。ああ、しかもベルトにセットされているのは未来のコアメダルだ。お前か、未来のコアメダルから生まれたってやつは。そうだ、俺はポセイドン、お前らが相手か。よし、オーズ、バース、こいつを倒すぞ。ふざけやがって。はぁ、おっと、こっちだ。何だが、その程度で。うわ、大丈夫か。はっ、うはっ、今だ。ああ、行くぞ。ゲリングチャージ、セリアー。うわー、く、仮面ライダーオーズ、少しは歯ごたえのあるやつのようだな。また会おう。おい待て、アンク、深追いはよせ。さすがオーズだな。いや、フラット、みんなと合流したんだな。ああ、大体の話はしてある。メダルの情報を追ってたんだって？ええ、ネバーは未来のコアメダルを手に入れることに成功したんです。けど、大量のメダルが融合して実体化してしまって、それがさっきのポセイドン。奴は強者との戦いという欲望に支配され暴れ回り、ネバーの警備兵を倒し逃走した。未来のコアメダルを奪還するには、奴を倒さなくちゃならないんです。ネバーも強力な兵士をぶつけてきますが、ことごとく返り討ちにされているようなんです。そういうことだったのか。ポセイドンを倒すには俺たちだけでは無理だ。みんなと協力できませんか。こちらこそ。しかし今はカプルの救出という目的で動いている。もちろん未来のコアメダルも大切だが。じゃあ役割を分担しよう。カプルの捜索は俺とビーストでやる。え、俺たち二人でか。地下だし隠密性が必要だ。少人数で行った方がいい。なるほど。残りのメンバーはポセイドンの討伐。奴は強い、それなりの戦力が必要だ。そういうことか、問題ないだろう。わかった。仮面ライダーオーズが仲間になりました。ところで気になってたんだが、太郎、なんでお前そんなに俺はなんでお前が手だけなのか気になるよ。小さくなったんだ、だろ。ああ、手だけのお前なんかに言われたくない。確かに。あ、握り潰すぞ。おっとと、やめろやめろ、早く大きくなりたーい。なんだ、二人は知り合いなのか。前のリゼスの戦いでも一緒だったんだ。なるほど、そういうことか。よし、じゃあそれぞれ任務を果たそう。未来のコアメダルですか。これは利用できそうです。一方その頃、ネバーの拠点では。何、クロスボーンバンガードの守備隊が全滅。しかもポセイドンは管轄エリア外に逃走。は、はい。ユートピアドーパントいるか。ああ、これはベルガギロス、何の御用で。しらばっくれるな。一体どういうことだ、我が部隊が全滅したというのは。敵襲ならともかく、研究失敗の尻拭いが原因というではないか。高度な研究には想定外の事態がつきものです。放置すれば壊滅的な事態になることも。言い訳はよせ、どうしてくれるんだ。
確かにポセイドンの討伐にあなた方のモビルスーツ部隊を利用したことは誤りでした。近いうちに納得のいく形で保証いたしましょう。うむ、もちろん今回の件の後始末は今後すべてネバーが行います。まあいいだろう。今回は想定外の事故だったと目をつぶる。守備隊のモビルスーツも近いうち補充しよう。だから分かっているな。ええ、もちろんです。我々も引き続き出資を続けましょう。あなた方の計画には非常に興味があります。そうか、我々も君たちとは良い関係でありたいと思っている。ええ、こちらこそ。ではこれにて、マスカレードドーパント、はっ、研究所からポセイドン討伐のための兵士を連れてきなさい。はい、どういった兵士を？最強の兵士を。ただし制御が容易なものをお願いします。暴走されては困るのでね。あと特殊な能力も持っていた方がいいでしょう。力だけに頼っていてはポセイドンは倒せません。誰か心当たりはありますか？なんで一般兵に聞くんだよ。はい、それならば。なるほど、あれならやってくれそうです。天も我らに味方してくれていると信じましょう。ヒーローたちはポセイドン討伐に向けて探索を再開した。オーズと未来のメダルとポセイドン討伐。なるほど。お、ここに近道がある。繋がった。これどこに繋がったんだ。結構なんか遠そうなとこに繋がってんな。まあいいや、繋がったことには変わりないかな。あの宝箱を取って、割れたガーネット、あとはこっちかな。あー、クロスボーンのデナンゾンがいる。ライダーがやばい。ボックもやばい。ちょっと一旦帰るか。はい、というとこで仮面ライダーオーズですね、ちょっと仲間になったみたいなので、ブリーフィングルーム行って能力を見てみましょう。オーズ19レベルか。俺全然レベル足んないの、もしや。仮面ライダーオーズ、これは平均的な感じかな。 RX と比べてヒットポイントは低め、 SP はちょっと高い、攻撃力はちょっと低い。まあ早いっちゃ早いか、速度60にあるから。うん、こんなキャラですね。まあとりあえずあんまり変える必要性はないかな。どうしよう、ずっと固定してるけど、まあいいや。というところでちょっと一回稼ぎをしてから次回探索を続けようかなと思いますので、今回はこれで終了します。